こんにちは、安です。今回はこれ、ボックスというところが出しているバルエナジーシリーズというギター用のエフェクターなんですけども、今4種類あって、そのうちの1つシルクドライブというやつですね。これのさらに、まあ、モードが3つあるんですけど、スタンダードとプリとキャビネットシミュレーションするやつですね、のあるんですけれども、そのうちのね、キャブモードですね、キャビネットシミュレーションをこいつがまあやってくれるわけなんですけど、その音でさらにすっごいもう思いっきり歪ませた音、まあ、こいつなりに思いっきり歪ませた音ね、それを音楽制作の中に、サウンド作りの中に取り入れたらどんな感じになるのかなと、まあ、どのぐらいこう使えるのか、可能性あるのかみたいなところをね、ちょっと見ていけたらいいかなということで、それをやっていきます。よし、じゃあちょっと聞いてください。もうちょっと大きくしてもいいかな、大丈夫かな。こんな感じのサウンドになります。これさ、だいぶいいよね。ちょっと録音して入れてみたら印象なんですけど、なんかね、もう勝手に抜けてきてくれるっていう感じですかね。なんか何もしなくていいよぐらいな感じ、何もしなくていいがそのまま入れてくれれば、まあ、っていうのはまあ言い過ぎですけどまあコンプと EQ でね、こうちょっと叩きに行って、でまあもう一回 EQ でちょっとこう微調整して、空間系のショートでね、少しこう音作りしてっていう感じなんですけど、うん、でちょっとまあそれもソロでこんな感じです。いろいろ外していくと、こんな感じの音で、ちなみにニューラル DSP のアーキタイプクリーニーなんですけど、そういう感じです。なんか勝手に抜けてきてくれるっていうのは分かりますかねアーキタイププリーニーのもすごくいいんで、すごく好きなんですけど、うん、なんかなんだろうね、うん、いや勝手に
抜けてきてくれるか、もうそれしか言いようがないか、そんな感じはないんだよね。でこっちはね、それがあって面白いなと思いましたね。だからあんまりなんか手間暇かけてやりたくないなみたいな人には、逆にすごくいいかもしれない、バルブエナジー。多分まあね、まあ音作りの方向性的なもんなのかなとは思うんだけどね。もしかしたら他の3つもそんな感じかもね。まあ今思いっきりプレゼンスも上げて歪ませてるんですけど、そうで、まあなんかね、ちょっとこういう激しく歪んだ感じのやつ、今時のすごい歪みじゃなくてね、昔チューブの感じので、もうその中でも思いっきり歪ませていくみたいな感じだと、スタンダードモードより、スタンダードモードだとね、こういう音するんだよね。ちょっとかなりさ、張り付いてる感じあるよね。なんか年ぶりにオーディオみたいな感じのね。だからまあこれは普通にエフェクターとしてなんで、ちょっとそのまま使うっていうよりは、キャビネットシミュレートモードでやって、プレゼンスも思いっきり上げて、これ基本は僕はまあ上げないんですけど、でもこのキャビシミューで使う場合に限っては結構上げ気味、12時から1時2時ぐらいのところぐらいまでガーッと上げちゃう。もうなんなら目いっぱい上げちゃってもいい。そんな感じですかね。そういう感じで使って、ちょっと明るめのスイッチングもあるんで、明るさ調整明るめにしてやってやると、割と今時な感じでも使い勝手いいかもしれないね、っていう感じですかね。これね、クリーンがねいいんだよね。いいんですけど、まあちょっとそれはいいや、また今度やりましょうか。とりあえずこのキャビシミで、この感じね、これいいですね。すごく手間暇かかんなくて、こんな感じの今みたいなサウンドにサクサクっと持っていけるから、まあでも後からソフトウェアのね、シミュレーション、エミュレーター使うのと違って、後から修正できないからね。なのでもう弾いて取ったらそれでおしまいだからね。後からいろいろこう変更とかになるとまずいけど、使い勝手悪くなっちゃうけどね。そうじゃなくて、もうちゃんと決まってて使って、もう録音してっていう感じでやっちゃって OK なら、これは持ってるとすごく強い武器になりますね、バルブエナジーシリーズ。なんかね、勝手に抜けてきやがるぜっていう感じです。素晴らしいね。いい、買ってよかったねこれ。でもね、これまあなんか最近はちょっとこう日本の楽器店販売店なんかにもちょこちょこ卸されてるみたいなんですけど、でもそれでも数少ないみたいで、すぐ売り切れちゃうね。で僕もなんかずっと見張ってたんですけどね、楽器店なんか出てないかなと思ってずっと見て、ようやく最近手に入れたんですよね。でまあちょっと今まで買ったとこないとこだったから、なんかまさかなんかパッケージだけ送られてくるとか、なんかヤフオクであるなんか変なネットで話題になったりする詐欺みたいなやつとかで、あんなんじゃないだろうなみたいな感じで、ちょっとこうドキドキしながら待ってたんですけどね、無事ちゃんとしたものが送られてきました。このね、いいですよ、このこいつね、
こいつバルブエナジーで、なんかねここにねビヨビヨンって、まあ、どうでもいっちゃどうでもいいんだけどここにさあのほら、これ出んの波形出んの面白いよね。っていう、まあちょっと見た目も面白いところはあるよっていうようなね、ボックスのシルクドライブ、バルブエナジーシリーズのシルクドライブですね。まあなんか YouTube なんかであの公式のねデモなんか転がってるんで、それ見たらね多分うわ欲しいなって思っちゃうんじゃないかなと思いますね。ちょっと興味ある方はねチェックしてみてください。まあなかなかちょっとまだ入手しづらい時期だとは思いますけれどもね。ちょっとチェックしてみてくださいということで、よろしければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。終わります。ご来店ありがとうございました。安でした。ではまた。